マッシモモラッティマッシモモラッティは、イタリアの実業家。イタリアサッカー一部リーグ、インテルミラの前会長。父親のアンジェロモラッティは1960年代のインテル会長。義手のレティツヤモラッティは、政治家でミラの市長も務めた。1995年の会長就任以来、父が会長を務めた栄光の時代を復活させるべく、潤沢な資金で有名選手を次々に、 獲得、10人の著名な監督を招き入れたが、獲得したタイトルは1998年の UEFA カップのみで、スクデットには手が届かず、またアンドレア・ピルローライバルの AC ・ミランに何かと面倒を見てきたロナウドをレアル・マドリードにあっさり譲渡するなどして、サポーターの反感を買い一時会長の職を追われる。2005年に、 会長職に復帰すると2005から2006シーズンに念願のセリエ優勝を果たすがこれは1位のユベントスと2位の AC ミランが八オチ行為で処分を受けた結果の繰り上げ優勝であったそして2006から2007シーズンに念願のスクレットを獲得し彼の歓喜する姿がイタリア全土に報道された2013年10月16日 インドネシア人企業家のエリック・トヒルを中心とするインターナショナルスポーツキャピタル社にインテルの株式の70%を売却することを決定しエリック・トヒルが会長に就任した。その後、モラッティは名誉会長に就任したが2014年10月24日をもって名誉会長職を辞任し完全にインテルから離れることとなった。会長に就任して 最初に獲得した選手が当時、ヨーロッパでは全くの無名選手であったファビエル・サネッティであり、ポリ袋に入ったサッカーシューズだけを持って練習場に来るサネッティを見て、メディアは、モラッティはイタリア人と錯覚するような名字の無名選手を獲得したようだ。とても活躍は期待できそうもない。と告評したが、サネッティはすぐにレギュラーとして定着し、ミスター・インテルと呼ばれる。 ジュゼッペベルゴミからキャプテンを継ぎ、アルゼンチン出身の外国人選手ながら、インテルのシンボルとも言える選手となった。元インテル所属選手のアルバロレコバの大ファンでも知られ、好不調の激しいレコバに対し、サポーターからの厳しい意見が出る中、彼を擁護し放出することはなかった。レコバはこのことに感激し、これまでのサッカーは、家族とファンのため、 これからは会長のためと発言している。なお、車はトヨタプリウスに乗っている。父親は上流階級のでであるが、母親は中流階級出身の中学校教諭であり、子供たちに有り余るお金を使う味を覚えぬように厳しく教育したため、同年代の上流階級層に比べてざっくばらんな、親しみやすい性格である。そのため、イタリアの雑誌で親しみやすい。 セレブランキング1位を得たことがある。家柄は上流階級に属する、いわゆるお坊ちゃま育ちであるが、俗物紳士を毛嫌いし庶民的なスタイルを好んでいる。ミラノの電話帳に自分の家の電話番号を載せたこともある。サラス石油の重役の椅子を持っているが、インテルの運営資金は100%個人資産であり、1ユーロたりとも会社のお金を使用していない。ありがとうございます。